カジトマトは日本のプロレースラー。ハイ69に憧れて、開園地土女に入門。2006年5月の GWSP7 において、デビューをかけて、高道の区とエキシビジョンマッチで戦うも連日、敗退により、デビューを延期させられたが、7月17日に重島、国を相手に、デビュー戦。当初のリングネームは、カジヤマト。 所属リーグは未定であったが正式にゲット所属となった。12月31日に開催されたインディーサミットに出場し、他団体の若手レスラーと対戦した。2008年に開催された開援隊ドジョという名のタックリーグ戦0 8に暴走ボーイライトと組んでエントリーをきっかけに、自らフレッシュスマイル。引ける笑顔のカジヤマトですのフレーズでフレッシュキャラに変身。 2008年3月26日には自ら発案した若手主催工業クラブ K フレッシュを開催。2009年5月に開催された GWSP6 では大ー入りを志願してザグレートサスケメンズ帝王を通った団体勢を相手に6連戦を行った。結果は負け越しながらその熱意に稲松サブロが大ー入りを許可。しかし、 これを拒否して、モンスタープラント入りを果たす。ここから稲松サブローとの因縁が勃発。8月にモンスタープラントを追放される。9月にセプテンバースペシャル5で開催された、海援隊土女最弱決定戦ノットストロングスと、軽決勝戦にて、後輩の関根隆一に敗退。海援隊土女最弱の称号とともに、罰ゲームとして、リングネームをカジトマトに変更することとなる。 しかし解明後、何か吹っ切れたのかブレイクを果たし、勢いに乗って2010年1月11日に、オしから、ウは世界ミドル級王座をダッシュ。同年5月には、滝沢博士とのコンビ、滝とまとして、ストロンゲスト、ケイタグ王座をダッシュすることに成功した。2012年5月、世界プロレス協会結成に参加。2013年7月、 プロレスリングノアに参戦しスペルクレイジーとダンスの共演もした。2014年、全日本プロレスのジュニア、バッタカ道のクの TLE of Glory に初参戦。その後も参戦。また同年より自身がリーダーを務めるスフを結成する。2015年、プロレスリングノアの日テレ G イ争奪ジュニアヘビー級タックリーグ戦にスフの局子式と参戦。2016年5月7日、 青木敦志の持つ世界ジュニアヘビー級王座に挑戦したが敗れる。6月19日、海援隊ドジョスーパー J カップ2016予選1、デイトーナメント1回戦で十島国をと対決し、スピードで破り、準決勝で同じユニットの局史式にレッドアイで勝利をつかむ。決勝で吉田彩人と対決。激闘の末レッドアイで勝ちスーパー J カップ、出場権を獲得する。 7月20日、スーパー J カップ2016本戦の1回戦で、マットサイダルに敗退。7月31日、タンク、長井の持つチャンピオンオブストロンゲスト K 王座に挑戦、レッドアイを放ち勝利し、第21代王者となる。2018年10月21日、高道の区が持つウミドル級王座に挑戦し、レッドアイにて勝利。ウはミドル級王者となる。 5度目の奪還。2019年4月13日、滝沢博士とタッグを組み、ストロンゲスとケータフ王座をダッシュすることに成功する。6月20日にオータムウィンター新規場大会で、突如、滝沢の裏切りに会い、団体を代表するタッグとなっていた、滝友が、電撃解散。同日に強圧を追放となった佐藤祐樹と、共闘していくことを宣言。 2019年7月7日佐藤祐樹とのユニット名がネバランドに決定。ありがとうございます。